それでは定刻になりましたので始めさせていただきます本日はお忙しい中講演会価格上昇時代を生き抜く商いのやり方にご参加いただきまして誠にありがとうございます私は本日の講演会で司会を務めます新宿産業振興課の及川と申しますどうぞよろしくお願いいたしますはじめに注意事項の確認をさせていただきます少し長くなりますがご容赦ください 会場内は水,水ですね、水,水分補給以外の飲食の禁止となっております。また、全館禁煙となっておりますので、ご協力ください。お手洗いは、後方の出入口に出たところにございます。公演中は、途中、一回、休憩を挟む予定でございます。 公演中に来る職員より講演会の写真風景をですね写真撮影させていただきます広報等に活用させていただきますが背中越しになりますので顔とは映らない形で配慮した撮影を行いますのでご協力の方よろしくお願いいたしますまた本日の復習用またご出席の叶なわなかった方用にですね動画の撮影を行っております。 こちら YouTube にアップいたします。こちらも壇上の講師、司会以外の顔は映りませんので、こちらの方もご了承いただければと思います。また本日撮影いたしました動画、YouTube の URL は後日皆様に共有させていただきますので、そちらの方もどうぞごごご利用いただければと思います。 講演会の途中スマートフォン音の出る機械は電源を切りいただくかマナーボードの設定の切り替えにご協力をよろしくお願いいたします続きまして本事業の簡単なご説明をさせていただきます本売上向上実践講座事業は古典のですね売上アップを図るため全国で業種規模を問わずですね2万件以上の成功事例を えー、生み出しておりますワクワク系マーケティングを学び実践をしていくものでございますこちら新宿区内での店舗会社経営をされている方をまたお勤めの方を対象として実施をしております本日の講演会では価格上昇時代を生き抜く商いのやり方をテーマにしつつワクワク系とは何か実践講座では何を学べるかなどについてその概要をお伝えしてまいります そして来月7月から来年1月まで画面のような日程で,ですね全5回の講座を開催いたします実際に店舗事業所で実践しフィードバックを行う全5回の連続講座となっておりますのでこちらの方のご参加もご検討いただければと思いますそれでは本日の講師小坂雄二先生をご紹介いたします小坂先生はオラクル人仕組み研究所の代表です 山口大学人文学部をご卒業後大手小売業や広告代理店を経まして1992年オラクル人仕組み研究所を設立されました人の感性と行動軸とした独自のビジネス理論を研究開発され2000年からその実践企業の会ワクワク系マーケティング実践会を主催全国の都道府県および海外から約1500社が参加されており 24年にわたる活動で2万件近い成果事例を生み出しその成果はコロナ禍を経て日々増え続けております現在九州大学将兵講師や日本管制工学会理事を務められるほか2011年には情報学の博士号を取得学術研究と現場実践を持ち合わせた独自の活動は多方面から高い評価を得ておりますご著書は昨年 出版された価格上昇時代のマーケティングをはじめ新書、文庫、海外出版を含め44冊お持ちでいらっしゃいますまた今年の9月にも新刊の発刊予定で現在出品中でございますそれでは小坂先生にご登場いただきます本日はよろしくお願いいたします皆さんこんにちは小坂でございます、えー、今日はありがとうございます新宿 今年も何かと来ますので非常に昨年度よりですね新宿区の事業者の皆さんとですねこういう場作りが始まりまして非常に嬉しく思っております。今年も今ご覧いただいている実践講座新宿区の皆さんとともに進めていくということで今から非常に楽しみにしております。今日のの講演会はですねこの 後に実践講座ございますのでこの講座の講座から見ますと入り口といいますかねイントロダクションが今日の講演になりますし今日の講演だけでも非常に重要な今繁盛店は何をやっているかとそして今日はですねあの主にお店の話でございますけども今日お越しの方の中にはいわゆるお店ではない事業者の方法人 を対象にした会社をおやりになっていたりお勤めになっている方もいらっしゃるかもしれませんけれどもこのあと聞いていただくとですねあお店のことだけじゃないんだなと例えば相手が法人でもあるいはお店とはちょっと異なる事業例えば私どもが長く主催しておりますワクワクマーケティング実践会にはいわゆる病院ですとかね医療関係の会員さんもたくさんいらっしゃいますし非常にさまざまな えー、漁業の方もいらっしゃいますし農業の方もいらっしゃるとあそうかとこういうことだからどんな会社でも使えるんだということも、えー、ちょっと今日知っていただきながら、えー、じゃあ自らどうするかということを考えるきっかけにしていただきたいと思います。えー、ということでですね今日は価格上昇時代を生き抜く秋名のやり方というお題を頂いてだいて おりますが、まあ、これはですね私の40冊以上の著作の中の一番新しい本のタイトルが「価格上昇時代のマーケティング」というタイトルでございますのでこのようなお題になっておりますけれども、まあ、価格上昇に限らずですねもうとにかく私たちを取り巻く商売環境ものすごく大きな変化が日々ありましてこの先どうなっちゃうんだろうというような状態の中で商売をしている。 いうのがまあ私どもの会員さんも実情でございますけどもまあもうちょっと我慢すればこの激烈な変化の世のの世中が落ち着くくかとというとそれは全くありませんですから今日今日そしてこれからに向けて商売をされている方されていく方はですねこういう激動の時代を生きていくんだというある意味ちょっと大げさな言い方ですが覚悟の中で。 やっていくでもこれ非常に面白い時代だと私は思うんですね、まあ、今日のお話を今日ワクワク系マーケティング実践会の会員さんたちの事例をいっぱい持ってきましたので実例も交えながらお話をしてまいりますけれどもお話聞いていただくとあた確かに簡単な時代ではないけど面白い時代だなということもちょっとお感じいただけるかなというふうに思います。ですからまあ今日のお話をですね一言で言いますとこの激変そして不確実性の時代。 非常に先行きがわからないということですね。何があるか、何があってもおかしくないみたいな感じです。で、こういう時代に幸せに繁盛。まあ、繁盛っていうのは経営が安定するとか、まあ、なんなら成長するとか、えー、そういうことでございますけれども、幸せに繁盛して商売を続けられる方法と。あのー、いうことでございます。この幸せに繁盛するというのは、私たちの、えー、会では、えー、特に最近よく使われる言葉。まあ、私たちは特に。 ガ、まあ、ガンガン会社を大きくすするというよりはですね、えー、毎日仕事をやってて本当に楽しいなとこの商売やっててよかったなとか、えー、親からこの商売ついてよかったなということをつくづく感じながら、えー、いい感じで、えーまあ、安定的に商売をするというようなことを是としておりますので、えーまあ、こういうことをよく語り合っているわけですね。でこの不確実性の時代ですからまあ何と言いますかあの。<laughs> じっとしていれば安定するってことは全くなくてですね一生懸命何か考えて動いていなければならないまあそれでも予期することがあります最近ごく最近の私どもの会員さんの話ですけれどもえある大福屋さんがございますでワクワクマーケティング実践会入られて結構新しい取り組みをいろいろやられてですねいい感じになってきている今日でございますが先日いただいた報告はですねちょっと私もびっくりしましたけどもえある時ある日 え普通にに屋さんにです、ね、牛皮牛皮ってわかりますあの大のの皮の材料ですねあの牛皮を普通に注文したら「あのお売りできません」と突然言われたと。えどういうことって話をしたら、まあ、非常に品薄になっていて、えー、当社でも、えーまあ、あの調達できる数量が限られてしまい、まあ、その結果、まあ、大手さんに優先的に回すことに社の方針としてなり。 御社には回せませんと、まあ、びっくりですよねそのオーナーさんも思わず電話口でおっしゃったそうですけども君ねとうち大福屋だよと大福屋が明日から牛皮入らないまあ、結局4ヶ月入らないことになりましたでもまあアクア系で学んでいろいろすでに手を打ってあったので、まあ、おかげさまで夫婦でパニックにならずに済みましたとでもこれ何も考えずに今まで通り商売をやってたら 皆さんも想像つくと思うんですけども突然大福屋さんに求肥入らないと4か月入りません4か月後も保証はありませんとどうするんだという話になりますが、まあ、こういう時代だよねということですですからもう原料材料、えー、ね何でも上がる、えー、突然求肥入らなくなる何が起こるかわからない時代でも、えー、幸せに繁盛していく方法があります。 まあ私たちはすでにその道を生きているので今日も皆さんそれから今日は動画をご覧の皆さんにもこれをお伝えし共にこの道を歩んでいただきたいなというふうに思っています。このの道というのは幸せな繁盛で今日はこのお話の少しバックグラウンドをこれからほんの数分お話しして本編に入っていきたいと思います。バックグラウンドといいいますすのは、まあ、私がどうううう背景かからこういうお話をするか ということを端的に自己紹介を兼ねてお伝えするわけですがまず一つはですね長いいいい年月にわたり現場でで実践ししててて成果が出されている話をしていますすととうことですまあ私がいわゆる基条論であれこれ言ってるわけではなくてですね全国千数百社の会員さん今まで延べ1万社近い企業さんそして私どもの手元には現在成果実例のレポートが届く仕組みがある。 ですすけれどもでに2万件以上の成果実例が今日も皆さんに分かち合えるいくつかの事例がありますけれどもこういうことを今日もみんなで全国でやっていて昨日もこの会員さんたちのちょっとした集まりがありましたけれどもそういうことを背景にお話をしているということですのでそしてさっき申し上げたように非常にさまざまな業種の方がおられます。 経済産業省の産業分類上全業種が私どもの会員さんにはいますのでまあよくある質問なんですが「うちは何々屋さんなんですけどもうちの業界でも使えるでしょうか?」という質問はもうここでお答えしておきますけども全ての業種の会員さんたちが成果を出しているので相手が個人であれ法人であれお年寄りであれ若い方であれ人間であれば大丈夫ということなんですね。 えそして2つ目のバックグラウンド科学的な研究が背景にありますで今日は学会ではないのでえ学問っぽい話はもうほぼしないですけども私は実は研究者という側面を持っておりましてえその研究が評価されまして2011年に博士号をいただいておりますで様々な学会に所属をして理事を務めたりもしていますで何の研究をしているのかを一言で言うと 人間と人間社会の科学です人人間と人間と社会の科学って何かということになりますが例えばお客さんが商品を買いたくなるというのはどういうきっかけで起きるのかとかねそれからお客様というのは、えー、皆さんのお店だったり会社だったり、えー、あるいは店員さんだったり商品だったりのファンになるという非常に独特な心理がありますけども。 このファンになるという心理はどういうことで起こってくるのかあるいはどういうことでお客さんというのは離れていくのかこのようなことを科学的に研究しているのが私の実は専門分野といいますか日夜1年の相当な日数を使ってやっていることですで、この科学的なバックグラウンドがありますよということを今一言申し上げておきますえそしてま長くやってることもありまして おかげさまで、えー、まあ広くいろんなところでご評価をいただいているのでこれはまた皆さんの安心材料にしていただければと思いますまあ本はもうたくさん書いておりまして40冊以上ありまして一番新しいのがこの価格上昇時代のマーケティングという本になります海外でも出版がされておりましてですねちょうど価格上昇時代のマーケティングはつい最近台湾で 出版されましたあとちょっと前の話になりますが日経新聞さん日経新聞の中の「日経 MJ」という新聞でもう14年ぐらい連載をしておりましてですね「日経新聞史上最長コラム」と呼ばれておりますけれども、まあ、こういうことをやらせていただいたりあと講演会ですね今日のように皆さんの前でお話しさせていただくのは非常に私にとって嬉しい機会なんですけれども全国で まな講演会ちょっと珍しいので持ってきたんですけども2020年コロナの真っ只中ですがオンラインでこういう日経さんとちょっと私的には珍しい場なんですけども金融庁さんが主催の大きなフォーラム3,000人ぐらいの方が直行されたフォーラムがございますけどもその中でお話をしてきたりしました。このの時ははですねオープニングの講演は麻生さんがおやりになって 最後のクロージングの講演は当時の金融庁長官の遠藤さんがおやりになりましたこれは面白くてですねあの一言だけ説明しておくと、えー、なぜ私がこういう場で話しているかっていうとですね今全国の信用金庫さんとか地方銀行さんと連携してその金融信用金庫さんとか地方銀行さんの取引先がワクワクを学ぶことによって業績が良くなりかつ生産性が上がるということがすでに科学的に立証されているので これを金融庁としては押してですねまあいわゆる地域の金融機関とともにやっていくという事業が進んでおりましてその成果報告として私がしゃべっているとこんなようなことでございますこれは2017年に経済産業省の認定を受けた事業でございますまあこんなようにですね社会的に評価をいただきながらやっているのでぜひ安心して スタートしていいいたただきたいとということですさて本編にこれから入りますがこれからちょっと1分ほどいただきまして皆さん動画の向こうの方も是非今日この話を私の話を聞き終わった後にどうなっていたいですかとどんな感じになっていたいですか例えばこういう悩みが解決する糸口が見つかっているといいなとかですねそういう感じです。 それをぜひお手元の紙の余白で結構ですので一言1分で書いていただけますでしょうか今日私の話を聞き終わった時にどんなな感じになっていたいいたですかはい、それではあと45秒ですがどうぞさあそれでは今日のお話に入っていきましょう本日のテーマ「激変する社会の中で幸せに繁盛して商売を続けるために何に取り組んでいなければならないか」。 というお話を三つのトピックに分けてお話をしていきます。まあ今日のメインはですね、この一と二になります。そして今日は、えー、昨年度の新宿区様のこの事業で、えー、一緒に枠分けを実践してきた仲間のうちお二人にですね、えー、後ほど後半にゲストで、えー、お招き、今日お,お忙しい中お越しいただきましたので、えー、こちらにお招きをして、えー、この一と二のまああの枠分けの道を一緒に歩んでいる中で、えー、どんな 変化があったかやってみてどうだったかやる前の自分とどんな変化があったかというような話をぜひ生々しく語っていただくコーナーがありますのでやっぱりやってる方の声というのが一番いいので今日はちょっとご無理を申し上げてお越しいただいておりますので、まあ、この2つ目のトピックと3つ目のトピックの間にゲストとしてお招きしてお話を聞きたいと思っております。そして最後に3つ目ののトピックは、まあ、今日のお話 マーケティングのお話としてはサブトピックですけれども私どももう25年もですね会を全国の会員さんたちとやってるわけですけれどもこの中小,な中小企業や小さなお店が無理なく自然に結果を出し続けるのはなぜなのかとこれはその結果が出せるようになっていく人間科学的な鍵のようなものがありましてこれを非常に大事な話なので是非今日ご縁のあった皆様にはこれを分かち合って今日は 締めとしたいというふうに思っておりますさてではメインのお話をしていきましょう早速私どもの会員さんの実例をご覧いただくんですがあの今ご覧いただいているスライドはですね私たちの仲間私どもの会の中ではとても有名人ですけれども非常に素晴らしい成果をもう出し続けられている方なんですがえ何をやっている方かというと 食品スーパーを経営なささっている鈴木さんという方がいらっしゃいます食品スーパーパといっても48坪ぐらいの小さなお店で昔はミニスーパーといって全国にたくさんあったですけれどもまあ皆さんもうあんまり見られないと思うんですけどねミニスーパーあの、まあ、コンビニと大きなスーパーに押されてですねどんどん世の中では経営ていっている業種の一つでございますけれどもその方がええ いらっしゃいます、えー。この写真はですね、その方のお店なんですけども、ここでやってます。これちょっと驚くべきことで、まあ業界の方はちょっと何が起こってるかわからないみたいな感じなんですけども、証券人口800人です、ね。お店の方は証券わかると思うんですが、800人ですよ。新宿区だと800人ってもうなんかこの目に見える範囲で800人ぐらいいると思うんですけども、800人の中で。 48坪の小さなスーパーをやっていてまあ過疎地ですすどどどどん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 減っています人口がで過疎地とは言ってもこの集落からですねやっぱり車で15分も走れば大きなショッピングセンターありますのでまあ今日ねですからそんなに地元の方が不便なさるわけではないんですがまあかような事情でですね、えー 非常に業績がもう悪くなって廃業を考えてたお店でした。2009年に私たちの会に入会をなさってきたんですけども、この方があのその後ですね商売繁盛繁盛店になりました。で私たちの会の中ではま非常に素晴らしい実例の一つで,ですね大変あのご活躍されている方なんですが。 まあ今日はですねよく昨年の新宿の講演会でもこの方のお話したんですけども実は最近ホットな私たちにとってホットなトピックがありましてこのお店が実は賞を受賞されましてですね第33回有料経営食料品小売店等表彰事業という長年農林水産省の外郭団体が全国の食品,食品に関わる小売業者の中から えー、優れた経営技術でいい結果を出されている方を表彰する事業というのがありまして、えー、それに応募されたところ、えー、最優秀賞農林水産大臣賞を受賞されたとこれ非常に私たちにとっては嬉しい、えー、出来事で、えー、表彰状を見せていただいたんですけれども、えー、表彰状上にはこのような言葉が書かれておりましたあなたの経営技術は特に優秀と認められたのでこれを称します」まあ、経営技術 ですね、今日の時代に非常にいい結果が出せる経営技術であるということを、まあ、農林水産省がというかその外郭団体がというか審査員の先生方がというかですねお認、えー、め頂い,いたというのは私たちにとっては非常に、えー、嬉しい誇らしい、えー、そしてなんか安心できる、えー、出来事だなというふうに思いました。ちなみに え表彰式の時に祝辞を述べられた農水省の審議官の方はこのようなことをおっしゃっていたとこの時代背景と生活者の価値観の変化を見れば安売りしてる場合ではないとまあその通りだなというふうに思いますし審査委員長は小山先生って大変著名な流通業界で大変著名な先生がやられたんですけどもえその鈴木さんにお目にかかった時にこういうやり方と道があるのかと私は驚きと感動を覚えたよと。 ととといいううここをおっしゃられたということですでもまあ今までの商売の見方からするともうこれは潰れるよねという店です。で彼が今まさに幸せな繁盛そのものでですねもう今他県ナンバーが駐車場にはいっぱい止まっているような大繁盛店で、まあ、やたらお客さん来ます。あのでも店は 廃業って言ってて言た頃と変わらないですね変わらないっていうのは場所も変わらないし壺数も48壺だし、えー、ちなみにさっき言いそびれましたけども、えー、オーナーさんですけれどもボランタリーチェーンに所属してますからボランタリーチェーン分かりますか共同仕入れ機構ですねみんなで仕入れると。48壺って言っても1,500アイテムぐらい並んでますからなかなか個人商店では品ぞろえ難しいということで、えー、共同仕入れしてるんですが仕入れ元も一緒です。 ももちろん経営者は一一緒緒スタッフもほぼ一緒ですからまあ何も変わってないかのように見えるんだけど当時は廃業今は大繁盛店幸せな繁盛を本当になさっておられます、まあ、その方のことについていろいろと書いた本2013年に出させていただいたんですがもうこの時点では2009年に潰れかかってたこの店が過去最高の売り上げに。 なってますので過去最高とのお父さんがここにスーパーを作られて50年前ですね当時でいうと50年前50年間で最高の売り上げになられ現在も過去最高の売り上げ利益、まあ、本人いわく納税額を更新し続けて、えー、今日に至ってます。今年はまた異常に業績いいので,、まあ、ぶっちぎりでこういう姿を見ているとやっぱり繁盛店になるためにやることはもう決まっているなと。 いうふうふに思っております、まあ、今日の話はまさにそれですが彼に限らず、えー、業種を問わず、えー、この時代の、えー、私が、えー、直接、えー、目の前で見聞きする繁盛店の皆さんがやっていることは共通している一つは先ほど農水省審議官もおっしゃいましたけども、えー、安売りじゃないということですね。安さ競争型から 価値創造型になるこれが今日の非常に重要なことなので少し時間をかけてここはお話をしますね安さ競争型型から価値創造型になる食品スーパーっていうのは割と典型的に安さ訴求です、えー、チラシ入って、えー、他店がこれぐらいだったらうちはこれの金額ですよ今週はこれが安いですよっていうね こういうものが主に食品スーパーさんの訴求ポイントだと思いますけれども農水省の審議官もおっしゃっておりますけれども消費者のの価値観の変化をを見れば安売りをしていいる場合ではないと付け加えるならば私どもの会はほとんど中小企業あるいは個人商店スモールビジネスの方々で千数百社占められておりますけれども特に中小企業そしてスモールビジネスの方々は まあ安売りはもう私たちの道ではありませんねということです。えー、そして競争もしないです、ね。以前鈴木さんは商売が繁盛してなかった頃はとにかく他店の動きが気になってしょうがなかったと他店を見に行ってああこういう品揃えしてるんだこれぐらいの金額で売ってるんだ、えー、どうしてうちはこれもっと安くできないのかあの先ほどのチェーン本部に掛け合ったりね。ななんか大きな店が なんか売れているる商品あるじゃないかとどうしてうちの店にはこれが入ってこないんだみたいな話をしてた,たらしいんですけれども,もう今は全く他店は見ていないなですねでこれは非常に大事なことで先ほど「何も変わっていないけど今は繁盛店」と言いましたけど、えー、全く何も変わわってないいななけじゃないんです変わったのはただ一点で安さ競争型から価値創造型の店になったということですから。 もうここだけ聞いていただいても皆様のあなたのお店や会社が今のまま価値創造型になり繁盛店になれるという可能性が非常にありますよということです。価値創造で売るという世界はですね結構奥深いですけれども今日はまず入り口ですので一番ベーシックなお話をしたいと思いますけれども。 価値創造で売るということをちょっと言い換えますと良いものを売る良いものというのは価値あるものお客さんにとってより価値あるもの鈴木さんのスーパーで言うと、まあ、鈴木さんもすごいシンプルでうち、えー、にとってお客さんにとって価値あるものというのはおいしいものですなのでおいしいものをうちは売ってますとこれはよくおっしゃるですね価値あるものを売るそして正当な対価で売る 我々ははもう安売りはしませんちょっとネガティブな言い方に聞こえたらご容赦いただきたいんですが小さな会社は安売りをすると持ちませんですからもう鼻からその道は選ばないということですですからこの正当な対価で売るという非常に重要ですいいものは正当な対価で買っていただかなければなりませんこれは商品でもサービスでも何でもそうです まあ、もう一回言うけど続かないですよねで今日は値上げの話をことさらにしませんけどももう価格上昇時代のマーケティングという本を出したあの年一昨年ですねその辺りから当会、えー、ではもう値上げラッシュですだってね原料や燃料上がってきてですよでもお客さんにとって価値あるものを売るんだとその価値は下げないんだと。 でそれを正当な対価で売るんだって相当値上げにななるじゃないですかだから値上げは必須ですね私たちの世界ではお客さんは普通に受け入れてくれますただしそれは価値創造型の店だからです言ったいこと分かります安さで売ってる店が高くしたらそれはお客さんを怒るわけですよだけど私たちは安いということを売ってるんじゃないとお客さんにとって価値あるものを売っていると。 いうことですからそれで難なくく進んででいくわけですねちょっと具体的に見てみましょうかこの鈴木さんのお店ご覧いただくと、まあ、最近ちょっと改装して、えー、少しふあの外観変わりましたけども、えー、2か月も休んで改装してですね、まあ、ちょっとその話をしてたら長くなるんで一言で終,わ終えますけども改装するって言ったら同業者とか、えー、地元の商売仲間が、まあまりにもお客さん来るんで。 ついに店を大きくするのかってね48坪から100坪ぐらいにするのかと思ったらそうじゃなくてお客さん用のトイレをきれいにして増設すると面白いことを考えますよねつ数はむしろ小さくなりましたみたいなそれでなお売上がは今年を再オープンしてからものすごい伸びてますかこれかつ創造型の面白いところなのでまあちょっと前の姿なんですが見ていただいて分かるように別になんちゅうことはないですよね店構えは。中見ると ちょっと変わった風景が見られるかもしれませんがお店小さいんでこれ一番奥から撮ってる感じですけどもまあこんなもんなんですけども少し風変わりなっていうのはこのえ小売業の方は分かると思うんですけど「ポップ」「POP」と書いて「ポップ」ですね「ポップ」がいっぱいっあるんですね。ちょっと拡大してみてみると例えばドーナツの売り場に「コーヒータイムにどうですか?」とを言っていたり「きくらげ」国産のきくらげの 売り場にこれが日本のキクラゲですと「きくらげといえば中国産と思ってるあなた」とかいろいろ書いてあるこういうことをいっぱいやっているのは少し特徴的ですから、ね、ちょっと戻ってみるといいっぱいあるです、ね、以前はこういう店だったかというと以前は価値想像型ではありませんからどういう売り場だったかというと、えー、まあ商品が並んでいるのは一緒です。とここにプライスカードが付いてるねこういうふうに。 お店でしたでこのあとちょっとこの話を詳しくするのでここではちょっと違う話違う言い方をしますけれどもあの当時の彼と今の彼の大きな違いというのは今の彼はプライスカードがだけがついている、まあ、プライスカードしかついていない売り場では売れないよねと分かっています彼は。でも廃業っていうことをお父さんと相談して決めた頃。 まだプライスカードしかついていませんでしたここは非常に重要で、えー、何をするかとか細々な話の前にですね、えー、この違いもう一回言いますよこの違いというのは廃業しなきゃもう何ともならないなというところまで行っていてもまだプライスカードしかついていなかったとプライスカード今の彼もう一回言いますが今の彼はプライスカードしかついてなかったら売れないよねと分かってる だからいっぱいほんのの、ね、で、この違いがしかしながら今の食品店がどうでしょうか皆さん食品スーパーさんそうかとは今日の話聞いてあとで食品スーパーさんどこか行かれたらぜひ見てみてください。多分プライスカードしかついてないで、ね、プライスカードしかついてないと売れないよねっていうことが分かっているか分かっていないか。 まあちなみに安さででで勝負すする店ならプライアスカードでいいですどうしてかというと安いから買ってくださいって店だからプライアスカードでいいじゃないですか。だけど価値を売ろうと思ったら足りませんそれではですから彼はこのように例えばですよこれが価値想像ですよって言ってるわけじゃないんですけども例えばこのお店の特徴的なことを言うとこういうことになってますよね ちなみに鈴木さんから頂い,いたお手紙の抜粋ですけれどもちょっと読みましょういつもお客様のことを思っているのでどうしてほしいのかがわかりますなので何をどのように売ればかっこ伝えれば喜んでもらえるかわかります喜んでいただければ売上げは上がるのでどうすれば売上げを上げられるかという悩みはなくなりました喜んでいただく売り方をするのは手間はかかりますがそれをサボらずにやると絶対に売上げにつながりますまあここは今日のこの話を聞いてくださっている皆様には強調しておきたいところなんですけれども。 あの彼のお手紙のさらっとこの一文ですね「売れば」ってわざわざ書いてる。から売るということはまあ言い方を変えると価値を伝えるってことなんだとまあそうしなければ価値あるものは売れないんだということが分かってるね彼は。そののことが分かったので まあ、売り上げはどうやったら上げられるかなっていう悩みはもうなくなりました。この違いです。まずね。もう一回だけ言いますが。価値を売る、価値創造型になるためには。伝えなきゃいけないんだと。いう感覚ですね。確かに手間はかかります。手間がかからなかった時代っていうのは、さっきも言いましたけど、共同仕入れですから、何か入荷してくれますね。本部から。入荷してきたものを箱から出して、並べて、プライスカードをつける。手間はかかりません。 でもも安いものしか売れませんこのことにまず今日気が付いていただいて今日からぜひ価値創造型の道を歩んでいただきたい慣れます必ずですからやっていただきたいでこのような話は別に小売店だけの話ではなくてですね例えばちょっと業種を変えて飲食店 の話をし,ましょうこうあの先ほどうちの会にはレポートが2万件以上あるって言いましたけどこういうレポートが来るんですねでこれを毎月当、えー、会の話ですけども会では会放誌でいっぱいこの会員さんのレポートが、えー、事例集で届いてですねそれをみんなで学んで、えー、自分たちでもやってもらうとこういうことをやっているのでこれは非常に私どもの会のお宝なんですが、えー、自米料理が自慢の居酒屋さんですでこの方は非常に貴重な報告をある日これ頂い,いてですね えー、いろいろ細マご書いてるんですけどもぜひ今日シェアしたいのは分かち合いたいのはここなんですがあの客単価がどんどん上がってますということを書いてくださってちょっと拡大しますとね、えー、ワクワク屋の道に入る前はもう随分長い間ここで居酒屋やってるんですけどもジビエの、えー、客単価はずっと5,000円前後だったと、えー、それがワクワクをやり始めて6,000円7,000円8,000円と上がっていってですね、えー、2023年のご報告 ですけれども、えー、2023年時点で、えー、かつての2.2倍に客単価が上がっておりますこれ非常に私どもの会員さんの飲食店では多いですね客単価がどんどん上がっていくとあのー、これどうしてなのかというとまあ価値創造型の飲食店になるとまあ価値創造型の何というのは価値あるものを売る お客さんにとってより価値あるものを売る、まあ、この場合は飲食店ですから料理ですよねまずサービス料理とサービスお客さんにとって価値ある料理とサービスでそれを、えー、売って正当な対価で売るとさっきから言ってるようにお客さんは価値は価値で安いのは別に安くしてもらえるってことはお客さんって別に嬉しいことなんだけども価値も大好きなんですね価値あるもの大好きなのでなるほどそれにはこれにはそういう価値があるのか。 いいよ、この値段でって感じに大体なりますから。その結果として、何が起こってくるかというと。単価が上がってくると。これ非常に典型的な事象。ですね。ただ。ちょっと具体的な例なんですけども。あの、例えば。このお店の名物料理はボタン鍋。なんですが。以前、客単価が五千円の頃は二千八百円という値付けだった。そうです。で、これを。 このま,ま,まあメニューでこうなってるですねボタン鍋と書いてある以上で,すでまあ何なら肉の写真とかをこう貼ってあると、えー、このまま単価をどんどん上げていってお客さんが納得するかそれはないですよね今ま、ね、で2,800円で売っていたボタン鍋がある日3,800円になってある日4,800円になってそれでお客さん納得してお金出すか出さないですよね。で今いくらになってるかって今4,680円です。 でこの間に起こったことはまあだん上げっていったんだけど単にボタン鍋が上がっていっただけじゃなくてボタン鍋の中身もより価値あるものになっていますねでこれはまあ林さんという方のお店なんだけど林さん曰く本当はもう昔からまあ昔からっていうのはこの2800円の時代から価値あるボタン鍋を出したかったとそれをやりたくてジビエ料理が売りの居酒屋を始めたんだからとだけどえ自分が とあるこのお店がある場所に出店するときに、まあ、周りいっぱい居酒屋あるんですねで居酒屋他の居酒屋さんの鍋の単価を調査したら、まあ、調査をしろと飲食店セミナーで言われたと競合店調査しろとまあ私は全く思わないですけどね競合店調査する必要があるのかと思いますけどもまあ言われてるらしいんですよなので競合店調査をしたら鍋の,、ね、鍋の値段で3,000円を超えている店はなかったと一見もあ。なるほどと この界隈では鍋に3000円以上つけたらななんだなということを理解しそれで2,800円そうすると今度は2,800円でそれなりに店がやっていける原価率を考えると自分が出したい肉は出せませんとだけど仕方がないんだと価格が重要なんだとまあこういうことなんですがまあそれは安さ競争型なならそうなるってことこで,でも彼は価値創造型になりましたのでこうなってるんですけども。 その代わりさっきも言いましたけど価値を伝えないといけないということですから今このボタン鍋はどのようなことになっているかというとメニューに書いてあることは例えばこんな感じみかん、まあ、例えばていうかこれ本当にメニューに書いてあるんですけどもみかんをたらふく食べてフルーティーみかん畑で駆除されたみかんイノシシのボタン鍋と。 えー、さらに解説僕たちプロの間では前から果じを食べてた動物はうまいと話題になっています今回入荷したのは広島県生口島レモンで有名な瀬戸田のみかんイノシシですみかん畑の頑丈な柵を乗り越え侵入しているイノシシは農家さんにとって深刻な問題です今回は鉄砲で駆除されましたみかんを食べ過ぎた皮まで黄色脂もうっすら黄色がかっていますさっぱりとした甘い脂極上品みかんイノシシのボタン鍋間違いなくごちそうですねえまあ お昼過ぎたところだからあれだけど食べたくなりませんかこれ見るとねあとなんかほんのりみかんの風味がするらしいですみかん食べ過ぎてあの油黄色いと油の色黄色いみたいですねでこういうことを言うとお客さんは「いいね」になって「食べてみたい」となります。で人というのは、まあ、さっきも言いましたけど安くしてもらえるのも嬉しいことなんだけど あの人間の基礎行動基本行動は自分にとって価値あるものに向かって行動するようにできているので価値が分かるまあ例えばこれでいうともっと噛み砕いて「いやおいしそう!」と思った途端に食べたいですね。で食べたいとスイッチが入ると人はなんとか食べようとします。どうしても無理高すぎてと思ったらお金貯めてまた来るみたいな感じになるんですね。 だからこの店の客単価は今もう今年は1万2,000円超えてますけども富裕層が来ているわけじゃないですよもう四国から何度も夜行バス乗ってくる学生もいるしそういう世の中なんですよ世の中なんですよというのはとにかくみんな価値あるものが好き。ね自分にとって価値あるものを求めていますので私たちが考えることは売るというのは価値を教えるということであると。 まあ逆説的に言うと価値を教えないと売れないということですからさてあなたは何をやりますかということになりますね。私たちの会ではまあこういう事例がもう山のように何せ2万件もあるので山のようにあるのでみんなそれを参考にしながらあのこれからスタートする人はねあこういうふうに書けばいいのかとかあこういう例あるなとちょっとうちもこれだったらできるかもみたいな感じで え最初はみんな見を見まねやっていくと、ちょっとこの後もその身を見をみまね事例が出るので、また見を見まねを参考にしてほしいと思うんですけれども、こういう感じです価値創造。今喋っていることが価値創造の全てではないですけれども、まずこんな感じです。だからまずあなたの現場の既にあるものを価値創造していく。ただ価値があるものなんです。売ってるものは。 すでに新しいものを作ったり売った仕入れたりしないと売れないとか価値創造にならないということではないんですもう一回言いますがあなたがすでに売ってるものや作っているものがすでに価値あるものなんですしかしそれを伝えているかどうかですねあのちなみに会社もお店もすべてです例えば我が社 会社がありますよね今日はまあお店の事例しか持ってきていませんけれどもお店中心で話してますのででも例えばうちの会員さんであれば4割ぐらいは法人対象のビジネスですでそういう方々が例えば我が社の消費製品を買っていただけませんかって営業に行きますよね昨日も会合にも来られてましたけど B2B のビジネスの方2社あの営業に行って別にそのお客さんが既に他のところと取引してたらうち、えー、に変えてくださいってことじゃないですか言ってることは。 じゃあ結局語らなければいけないのはじゃああなたのところにどんな価値があるんだって話じゃないですか。でも結構そういう業種の会員さんたちも自分の会社の価値いやこちらの取り上先もいい会社だけどうちはこういう価値がありますよってことを語ってないです、ね、でその代わりに「いや安くしときますから」って営業をやっぱりやってたんですね。あもううううやめましょうとそういうことそいこは とととといいううことをももずっっ25年もやっているとちょっと話戻りますけども、えー、例えば今価値を教えるって話をしてますけども、えー、少し違う商品の事例ですが椅子、あのー、この椅子割と、まあ、あのデザイン的には変何の変哲もないとちょっとメーカーさんに失礼ですけども、まあ、メーカーさんにも直接行ったことがあるので言っちゃいますけども、まあ、そんなに際立ったデザインじゃないですね。 それからデザインを見て「買いたい!」ってあんまりならない感じところが値段高いです11万4,450円もするとでこれうちの会員さんの家具屋さんの実例ですけども「どうしてこんなに高いんですか?」って聞いたところ「いやこの椅子はね人間工学を駆使して作られているので」 座り心地がすごいととにかく3分座ってくれればあまりの座り心地のよさにまず買いたくなると「えー、すごいねと」すごいんですよこれもうほとんど日本のトップですよと「売れてるの?」と、これ全く売れないんですよということなのでそういう時にどう考えるかですよね。で価値を伝える、まあ、先ほどの食品店のようにいろいろ書いて貼るっていう手もありますし まあここではその方が言うように3分座れば買いたくなるということですからじゃあ,まあ何か書いてもいいしまず座ってもらうってことを考えてもいいよね。ということはいろいろ考えるんですワックワクの人たちはこれ座ってさえもらえれば買ってくれるわけだからどうやったら座ってくれるだろうか、まあちなみに皆さんも15秒考えてほしいんですけども皆さんがこの家具屋さんだったら。 来店したお客さんにあの括弧椅子を買いに来たわけではないお客さんですよ。椅子を買いに来たわけではないお客さんに思わず座ってもらうためには何をやりますか？もう一回言いますが椅子を買いに来たわけではないお客さんに思わず座ってもらうためには何をやるか。まあ今日は時間に限りがあるのでいつものセミナーみたいにここでじゃあお年の方とディスカッションってやれない <laughs> ですけれども。 まあ考えてていいただくこここととが大事ですよねこういうことを座ってもう一回言うけど座ってさえくれればこの商品の価値が伝わるんだとじゃあどうやって座っていただくか、えー、というところで、えー、このお店も実はポップが活躍でここにポップ貼りました何て書いてあるかというとアップあなたの人生観が変わるかもしれない座り心地事実思わずそのように言われた方がおられますまずはお座りください、まあ、結構座ります でそこからいろいろ考えてるんだけどとにかくまあ結構長く座ってくれるとなんか異常にいいねって感じにみんななってその結果1年間に1 0 2 0ぐらいしか売れなかったこの椅子が1月で4 0 5 0って売れるようになってメーカーさんが視察に来たという実話です昔の私の私に出てるちなみにこの横にこのシリーズのソファーがあるこの20万ぐらいするソファーですがソファーには何て書いてあるかっていうと「座ったら3年は立ち上がれません」とか 座るねソファー買う予定なかった人も買いたくなるこれが人の買いたいといたとう気持ちを起こすす方法ですねこういうことをまず今日知っていただくこれから実際にワクワクを学び実践する道に入っていただいて必ずできるようになりますからこれをできるようになっていただくことが大事なんですけども。 やろううううととととしていいいるることはこういうここはであると,いうことです言い方を変えれば「勝値創造」とは「買う」を生むための仕組み作りとも言えるわけですが、まあ、今なんかちょうどそうですねまず座ってもらって次にこういうことをアプローチして最終的に買ってもらうと。今言いましたけどもこの「勝値創造」ができるようになるためには学んで実践していただく必要があります。でも今日あそういういことかとか まあ、あるいは今日お聞きの方が、えー、あこういうことっていうのは分かったけどうち全然やってないわというふうにや考えたこともないわとか思われているとしたら、まあ、これはすごくラッキーで、えー、これは伸びしろですよね本当は最初にお見せしましたけども今の繁盛店がやってる3つのことの1ですからこれやってないと繁盛しないと私たちは思ってる。でもそれを今,今のとところやってないと でも、まあ、そ,それなりに売り上げがあるとしたら、まあとは全部伸びしろですこれも会員さんにもよく言いますけど私の話を聞いてセミナーとかでもやってないことが見つかったらうわーうちやってなかったって別に落ち込む必要は全くなくてやってないものは全部伸びしろだと可能性ででですすすよねねもうう明日から楽しみと、ね、いう話ですもう私も我が社でやってないことがいっぱいあるので素晴らしい仕組みと出会うとですねうわー伸びしろだって思うんですねいつも。 さあえー、続き2番目ビジネスをストック型にするストックですこれは極めて多くの会社がやってないのでこれはぜひやっていただきたいですねストック型、えー、簡単に説明しておきますがストックという言葉の対比語は「フローですたまる流れるですね。ね 溜まるる流れるこういうい感じですえ今お風呂の絵が出てますけどもえ蛇口から水がわーっと出ていてえそこが線が開いていたらたまりませんねがばっと水がど,どんどん流れてきていてもえそのまま下から抜けていくじゃないですかこれがフロー型の状態でストック型というのはこのフローおきに線がちゃんと閉まっていてどんどんたまっていく。 このお客さんがたまっていく会社おお店これががストック型ですでお客さんが流れている会社やお店これがフロー型今言ったことですけどもこのストック型をしっかりやっているお店や会社っていうのは極めて少ないですね。ですからあの、まあ、新宿区のように周りに人がいっぱいいてですねたくさん人も住んでいて。 えまあ例えば毎日ある程度来店はあるということがあっても極めてもったいないわけですね流れ出てるからいやそれでももう毎日毎日もう何ですかね12分ぐらいお客さん来るからもううちはいいですわっていうことはもういいんだけどでもね安定しませんあの私はよく使う言葉ですけどそれ毎日お客さん来てるかもしれないんだけど毎日来一元客ですから。 で逆に言うと証券人口800人でも顧客がストックされればやっていけるんですよで証券人口800人でやっていけるんだから新宿区でやっていけないわけがないですねで新宿区ですよ皆さんねえ <laughs> と思うんですよだからああのまあ、毎日来店客あることはいいことなんだけどでも安定するためには ストックです。貯める、お客さんを。で、まあ、あまり怒ってほしくないことですけども。あの、時として、コロナみたいなことになると。この、流れが止まるじゃないですか。え <laughs> らいことですよね。流れ止まって。ないはこんなことと思うけど。わかりませんよね。不確実性の時代だから。ちなみに、私の。 1、えー、一冊次の、えっと、価格上昇時代のマーケティングの前の本は「顧客消滅時代のマーケティング」という本で、えー、コロナ禍のうちの会員さんたちの奮闘ぶりがいっぱい出てるんですけども、まあ、その一番最初に出てくるのは、えー、伊豆の方の、えー、お菓子屋さんですね「和菓子洋菓子」あの。熱海伊豆エリアっていうのはインバウンド政策等々ものすごく成功してものすごく観光客が増えましたコロナ前。 ですからいわゆるフローが爆発的に増えた観光地なのでお店出せばお客さん来るっていう状態があって非常にそのお店業績好調でしたまあ業績好調だとね今度貯めるってことを大体忘れるんだけどでもまさかねコロナになって観光客来なくなるとは思わないもんねだけど弱児しまったですね彼の言葉が関東に出てきますけれども。 長年ここで生まれ育って人が歩いてない伊豆を見るのは初めてだとバーン落ちますね数字が同じ本の中に大阪のバーの方の実例が出てきますまあおもう一回言いますが大阪のバーですよ大阪のバーもコロナ来ました夜8時までの営業にしてくださいお酒は出さないでくださいバーでどうしろっていうんだと。 いう話ですがほととんんど売上は落ししませんでしたちなみに8時まままででの営業にししししたたお酒も出しませんでしたなぜ落ちないかそれはストックしてあるからねお客さんを。でストックしてるお客さんだからこそ応援もしてくれるしいやお酒出せないんだけどこういうもんなら出せるんだけどって言ったら浮きますわね。 がまあそのオーナーさんコロナ三年間を経てもう本当にまあ今の言葉遣いで言うとストック顧客のありがたみを痛感したと何があっても大丈夫だねとまあコロナのかのバーでも大丈夫ですから何があっても大丈夫だねとこれから先ということになりますまあわかりやすい数字をちょっといただいてきたのでお見せするとえこれ 今度は化粧品店さんです、えー、とある町の大きなショッピングセンターの中に、えー、専門店街のテナントとして出店している化粧品店さん棒グラフが売上です、えー、ご覧いただくように右肩上がりで伸びています今日もえちなみにショッピングセンターは伸びているかというと落ちていますでショッピングセンターが落ちているということはショッピングセンターの集客力が落ちているということなので、えー、おのずと普通専門店街のテナントさんも全部落ちますで実際全部落ちています 私10年ちょっと前にここ公園に行ったのでよく覚えてますけども当時でも厳しいって話をされてましたが、うん、先日、えー、この化粧品店さんのオーナーさんうちの会員さんの,あのうちの会のゲストで来ていただいてセミナーやや皆さんと一緒にやったんですけどもその時に小坂さんねあの来ていただいた時からうちのショッピングサイトはだいぶ変わりましてて写真をスライドで見せてくださいましたけどももう歯抜けです。 集客落ちてるんでだ入らないですね。こののお店の周りも歯抜けですす幕張っってあったですよねでそのどうしてそれはそんなことになってしまうのかっていうのは、まあ、先ほどの話なんですが大体いいどの専門店もストックしてないので自分の顧客を。ですから、えー、いわゆるフローで食べてるわけですねショッピングセンターが毎日集客するフロー、ね、流れをすくって飲んでるって感じです。 だから、流れがどん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 細くなってきたら、スクールもどん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 小さくなるというのも極端なやつがコロナです。でも、彼のところがだけが伸びている。これは、この折れ線グラフと比例していますので、もうお分かりになると思うんですけれども、ストック顧客数ですね。表で見ると、こんな感じです。この真ん中が、会員数って書いてあるのは彼のところのまとめ方なんですが、ストック顧客。 あの化粧品店さんですから分かりやすいのでリピートし続けているお客さんのことですここで分かりやすく言うと。リピートし続けてくれ,るくれてるお客さんを管理ちゃんと数字で管理できていて1,723人から枠分け始めて現在、まあ、2022年ですけども現在3,367人ですと。まあ溜まってるでしょ。お湯がこう増えてるのがだか倍ぐらいになってますね大体いいね。でこの2022年で時点で。 えお客さん一人当たりが年間平均で6万円ぐらい使ってくれるって状態ですからまあ年分かるあのちなみにこう分かりやすいリピートが分かりやすい業種の方はもう典型的ですうちの会員さんで割と多い業種に住宅リフォーム系の方いらっしゃったりあの不思議な業種に聞こえるかもしれませんがうちの会員さんで意外とあの口コミで多くなってきている業種の一つが墓石屋さんなので墓石屋さんって まあめったに商品はかって買いませんんでしょ皆さんも毎月買う人いないですからこのリピートが見えにくい業種もありますけどねですからこれはセオリーですとはいえとはいえこれがセオリースストトッッククですすね顧客をストックするこれが幸せな繁盛に非常につながる収益基盤ですねストック顧客ですからストック顧客は持っていないでもほとんどのお店や会社が持っていませんですから 永遠に経営は安定しない私が博士号をいいいたただのの研究のデータででも明らかです永遠に経営は安定しないそれでも世の中がどん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 経済規模が大きくなっていき人口が増え所得が増えなんていう状態であればまあなんとかなるん <laughs> ですけれどもこれはもうそういう時代じゃないですから、えー、ストックしましょう皆さん顧客をストックできるようになることこれが非常に重要。 えー、そして、えー、お客客様を顧客にするこれは顧客にすることでストック型になると読,み読んでいただいて結構です。だから逆に言うとストック型にする「なるほどね」そのためには何すればいいのお客様を顧客にしないといけませんということです。で顧客化お客様を顧客にするっていうのはどういうことかというとえー 顧客っていうのは先ほどのお見せした表は「リピート顧客」のことですよと言いましたけれどもリピーートしてくれる人イコール顧客とは呼びません私たちの考えとしてはですね私たちが言っている顧客というのは心のありようのことを指していて今日は端的なお話ですけれども一言で言うとあなたのお店や会社に愛着を持っていて信頼を寄せていて 共感を抱いている人のことです愛着を持っていて信頼を寄せていて共感を抱いている人のことで、こういう方を私たちは顧客と呼ぶで、私たちはこの心のありようを絆というふうに呼んでおりましてワクワケでは絆づくりという活動をやりますで、絆づくりをやることによって 顧客化できるじゃあ絆づくりっていうのはどういうことをやるのかというのはこの後学んでいただくプログラムの中に詳しく説明をしておりますがもう長年の皆さんの実践と研究で何をやれば絆が生まれるかもう分かっている明確になっていて非常に高い再現性があります。どのようなな業種ででもややるべききこととをやっていただければお客様と絆はできますちなみに 接客をして、なんか丁寧に丁寧に応対することで、絆ができていくという話ではないんですよ。人と人との絆作りというのは通販会社もできます。法人でも生まれます。まあ、相手が人間であればね。で、この絆作りをやると、顧客は。まあ、お客様は顧客になっていき、ストックされていくと、こういうイメージで、今日は捉えていただく。 まあ念のため申し上げるんですが顧客化っていうのは囲い込みとよく間違われるなんかポイントカード発行してうんぬんみみたいなですねあのそういうことをやるんではなくて今申し上げたことですがえ絆づくりえ関係性づくりえ顧客消滅時代のマーケティングではファンづくりという言い方をしましたけれどもここうういいととをやってくこういうことをやっていくと。 どんなことが起きるかをちょっと駆け足で見ますけれども例えばこれは住宅会社の場合あるうちの会員さんの住宅会社ですが新築を長い間ご当地で建て続けているんですけれどもこれはなかなか順調なんですけれども問題は住宅を建てて差し上げたお客様から次の注文がないと、まあ、リフォームですねリフォームの売り合いが全然伸びないという。ずっっととと1000万から上ががたことがないと でこの1000万はほととんど一元客だとでうちのお客さんはリフォームしないのかなということで15年ぐらい前に建てて差し上げたお宅にお邪魔するとなんか玄関が新しくなってるとかねショック特に跡継ぎの専務さんでうちの会員さんのショックですねんかうちの建てた住宅に不満があるんじゃないか、まあ、ちなみに今日あまり詳しい話をしてる時間はないんだけどあの満足してもお客さんっていうのはリピートしないですから。 絆作らないとねということをしゃべ彼に言って、まあ、というか彼が枠クけで学んで「あそうかと」と顧客化活動をしないといけないんだね平成21年から顧客化活動をすると、えー、順調にリピートが上がってくると。えー、大切なこということだったり、えー、こちらは都内のある薬局ですけれども、えー、個人商店。 ですが周りにドラッグチェーンがいっぱいあって価格競争してました。えー、したがって粗利が25%ぐらいまで落ちてました。けども顧客価格戦を開始すると粗利上がってくると。これ非常によくあることです。まあ正当な価格で売ることにするのでね。で絆のあるお客さんっていうのは同じ商品が50メートル先のチェーン店で3割引きで売っていてもこの店で買います。 不思議に思われるかもしれませんが人というのは安く買いたいっていう気持ちよりも強い気持ちっていっぱいあってですね安全に買いたいとかね安心できる店で買いたい一番強いのはあなたから買いたいってやつなんです。あなたから買いたいどうせ同じ胃腸薬買うんならあなたから買いたいわよっていう感じです。 ですからこのお店でも他のうちの会員さんのこの手のお店でもそうですがすべて定価に戻すまあ不思議なことですよね安さ競争をやっている方からするとそんなことあるわけないってよく言われますでもいっぱいあります酒屋さんでも何でもみんな定価さて先ほどのお店こういうふうにストックされていくと数字が変化しますよね今数字の話をしている。 ですけども顧客が増えてそして年間購入金額も増えていくと、まあ、これは先ほどの価値創造活動と掛け算ですねそうすることによって安定してきます顧顧客化顧客化できるるよううになととということがとても重要ですですからまとめますとこの時代の繁盛店がやっていること3つのことというのは価値創造型になるということと スストトッックク型型になるとということですでストック型顧客をストックするということはお客様を顧客にするということと同義であるということなんですね。でそこでちょっとゲストをお迎えする前にちょっとだけこの商売の大原則の話をしてゲストをお迎えしたいと思います。まあ、大原則この今日はこの3つのこののつとをしっかり えー、頭に入れていただければいいんですけれども、えー、この三つのことを支える大原則があります。で、このまた、えー、鈴木さんのお店の話に持っていきますが、その大原則というのは、その幸せな繁盛のための大原則は、売上は何が作っているのかということです。売上というのは、まあ私も皆さんも商売やってる方は売上欲しいですよね。売上大事。じゃその売上というのは 何によっってて作らられれると思っておられますか。あのセミナーとかだとここで隣の方とかとンシャンをしていただくんですけどちょっと頭の中でくるくるっと考えていただきたい売上とは何が作っているかこの問いを投げかけると講演会場とかで多くの方は「売れる商品」と書いている方がすごく多いんですけれども。 売上というのは商品が作っているのではなくてお客様の買うという行動が作り出すものであるというのが私たちが立っている大原則です売上というのはお客様の行動お客様の行動っていうのは例えば先ほど来申し上げているスーパーさんであればお客様が店に来て店の中に入ってきてで棚をゆっくり見て カゴの中にいくつか商品を入れて最後レジに来るということですでこの行動が1人あれば、まあ、そこでこの先ほどの鈴木さんのスーパー大体私何度も行ってるので目の前で見てますけども大体お客さん1回あたり3,000円から5,000円ぐらいの買い物ですねで3,000円から5,000円ぐらいの売り上げになっていくじゃないですかで次々入ってきて次々そういう感じで買い回ってレジに行ってくれれば次々3,000円5,000円じゃないですかそれが売り上げ。 なのでここはとても大事なことなのですが売上というのは人の行動が作ってるんですね商品が作ってるわけではないしましてや競合が作ってるわけでもありませんだから会員さんにはよく言うんですが人の行動だけが売り上げを作っているものなので行動のことだけ考えてればいいんですと私たちには競合を考えている暇なんかないんですということです お客さんの行動どうしてこの売りたい商品がここの棚に並んでいるのにその棚の前を素通りするんだろうとかねまあ先ほどの椅子のように座ってさえくれれば買いたくなるはずなのにどうして座ってくれないんだろうとかこう考えるわけですよ。そこを何をすれば行動してくれるんだろうでちなみに行動は何が作り出しているかというと今店に行くとか買うとかって話をしてますけども。 行くとか買うという行動は人が行きたい買いたい買わなきゃと思わないとしないですからこれは人の心が作っていますですから人の心が行動を生み出して行動が売上を生むこれが商売が成り立つ原理ですで、冒頭に言いましたけれども ワクワケマーケティング実践会にはすべての業種がいる。どうしてすべての業種に適用できるのか。それはすべての商売がこの原理の中で商売をしているからです。一社たりともお客さんの行動なく売上ができる会社はない。これは非常に重要なことですね。そして私は。 あのまあ、手短な自己紹介で、えー、でしたけれどもあの経済や経営の専門家ではありません申し上げたように私は人間と人間社会の専門家ですけども、まあ、商売の原理がこういうことですから皆さんのお役に立てているということです。ですからこの原理ですね、えー、ぜひ今日頭に置いていただきたいお客様の心と行動が売上を生んでいる。 ここういういとです、ね、同じことを違う図で言うだけですけども心ががが動動いて行生生まれるるところに現象が生じるですからそれを例えば「買いたい!」と心が動けば「買う!」という行動が生まれて売り上げという現象が起きるまあ私に言わせれば売り上げというのは物理現象ですね行動の結果生まれる物理現象なので私の専門分野は科学なわけです。経経済とか経営でではないわけですね 科学サイエンスですねでもそういうふうに見てみると今日何度も言ったことですが例えばこれ東京都の板橋区のこの講座あのあ同じ講座を板橋区でやらせていただいてたんですけどもそこでの実話ですけどもある総菜屋さんがこんな感じでビーフシチュー売っていて、えー、なかなか売れなくて悩んでおられた売れない理由を、まあ、全体的に商売もよくないとで。その理由を聞くとやっぱりチェーン店が 競争が激しくて同じビーフシチューならビーフシチューでもチェーン店はもっと安いっていう話になるわけですよその方の頭の中では。でも今日ここまで聞いていただくと皆さん私が何をこれから言いたいか分かると思うんだけどこ,これしかついてないねプライスカード。ここれでで心が動きますすかとということです今日何度も言ってますが安いから買ってほしいというふうに心が動いてほしいんであれば。 それはプライスカードでわかるです、ね。でも他の店よりずっと高いんです。このビーフシチューは。そうしたら、値書きだけでは動かないです、ね。で心が動かないと、行動は生まれないです、ね。で行動が生まれないと、売り上げは生まれません。ですから、じゃあどうするんだってことになって。さっきも言ったけど、えー、まあ、この方が参加したときはもう板橋の先輩とかいたので、まあ今日も先輩いらっしゃいますけども。 同じような業者の方もいて、ああ、なるほど、こういうふうな今度漢字書けばいいんだな。ということで、彼が一番最初にやったのがこれです。まあ、ここにこう書いたんですね。大きなお肉をじっくり煮込み、余分な油を取り除き、3日かかりで作りました。とうてのおすすめです。まあ、女大したこと書いてない、ね、最初の一歩だから。でも、みよみまねってのはこういうことです。で、こう書いたら。で、あの、私たちの講座では、あの、書いてもそうですけど、みんなやったら。なんか、それ、まとめて。 みんなに店せ合いっこしたりおしやいっこしたりするんですよこれ非常に大事かっこよく言うと総発って言うんですけども、えー、この時板橋区の講座でもこの方発表してもらいましたこれで書いた途端に200%パーそうすると自然といやこれちょろっと書いただけで倍に売れるんだったらポテトサラダにも書いたら倍になるんじゃないかとかね料理キャベツにも書いたら倍になるんじゃないかってこう思うじゃないですか でそんな安易なものかよ今まで苦労してたのにと思うかもしれないんだけど思ってるんだけど彼もだけど書いたら倍になるんですよ。<laughs> ねえ。でそのことをしてるうちに一軒置いた隣にチェーン店出てきました全く影響を受けないですねでその数年後には今日のゲストと同じようにゲスト出てもらいました板橋区の講演会でもうその講演会で出てくださった年は年の前かな 目目のの前前ににままたたチェーン店目の前にも出てきました全く影響を受けないですね、まあ、こういうことがなぜ起きるのかという、まあ、そういう目線でねこの鈴木さんのお店を見ていただくとなんとなくだんだんち彼のやってることがと見えてくると思うんですよ。なんかもしかすると最初はねあこういう反則物を上手に作るのかっていうふうに見えておられた方がいるかもしれないんだけど反則物を作りましょうって言ってるんじゃないんですね。 基本はこれですこれがビジネスの商売の原理なのでありとあらゆる機会にお客さんの心が動くにはどうしたらいいのか行動が生まれるには何をしたらいいのかと考えて手にしたい現象を生んでいくこれが私たちの立っているところです。これを私たちは人にフォーカスするというふうに言っております。 ですから、まあ、先ほど来時間をかけて今日お話ししてきた3つのことというのもこの原理の上に立っていますで実際に実践に入りますとこれをやり方にかみ砕いて進めていくこれはすでに私が長い年月をかけて整理してありますのでもうやること決まっている、ね、活ののややりり方絆作ストックのやり方 これをぜひ、えー、お一人お一人やっていかれるとその,なその先に幸せな繁盛が待っているとそれでは、えー、皆様本日の特別ゲストを、えー、お招きしたいと思いますので拍手でお迎えくださいまずお一人目は、えー、哲学とオークス修理店の織田康輝さん、はい、そして、えー、お二人目は、えー、ジャズバーサニーサイドの飯塚幸子さんです。はい皆さん拍手 ははい、はい、そそうでで。すね、そんな感じで皆様、まあ、新宿区の方ですからね、えー、ご存じの方もいらっしゃるんじゃないかっていうふうに思いますが折、あのーね、田さんのとこで靴修理してもらったことあるよとか <laughs> どうなんですかねあのサニーサイドさん行ったことあるよねいう感じでぜひまたこれを機会にあの靴の修理なら折田さん、えー、遊びに行くならサニーサイドということで。えー ご利用いただければと思うんですが今日はですねお二人実は、えー、昨年も、えー、このワクワクの実践講座にご参加くださいまして、えー、お互い楽しく、えー、過ごしてきたわけなんですけれどもこのワクワクマーケティングを学び実践したことで商売がどう変わったか、まあ、商売がどう変わったかっていうのは業績のこともあるだろうしなんか商売が前はこうだったけど今はこういう感じに変わったんですよっていうのも業績だけではなくてね あるでししょうしあとうちの会員さんも多いんですけど自分がこう変わったとかね正面でする見方や感じ方がこう変わったっていろいろあると思うんですけどもあの主にそんなような話をワクワクやってどうだったかという感想的なものを交えて、えー、まずあのお一人ずつショートスピーチをしていただいてそれから少し3人で掛け合い漫談のようにお話をしたいというふうに思います。でははまままずは織田ささんんお願い、はいいたししす皆さん改めました拍手 皆さん、こんこにちは、えー。西落合で靴の修理業を営んでおります、えー、哲学毒靴修理店というところで、えー、父親と妻と3人で、えーまあ、家族経営な形で、えー、有限会社でやっております。えーっとー まああの創業はすごく長くておじいちゃんの時代から1945年創業なのでかなり長いんですけども靴に携わることをずっとやってきておりましてまあ現在は修理業をえこう20年ぐらいまあ父親が中心になってえやってるような形です。でまあコロナがあって34年ぐらい前からまああのまあ会社自体もいろいろとこう内部の動きがあって B2B ああでほぼ90%売上を立ててててかなりうまくいってたんですけども。 いろいろあってそれがあのかなり減少7割8割ぐらい減少してでそれとと,ともにまあコロナ禍に入ったという形だったのでも,うものすごい売上が下がっちゃってですねもう昨年までずっと赤字でえもうどうしようかっていうような感じの本当に営業をやっておりました。なんんととか売上を上げようと思っってて一生懸命いいろろやってたんですけども <laughs> まあ、なかなか上がらずというような形で、まあ、私自身もそろそろ承継をしていかなきゃいけないので、まあ、あの経営のこととかいろいろ学ぼうと思っていろんなセミナーにはあのオンラインで参加したりとか、まあ、こういったところに参加したりとかっていうのをいろいろしてきたんですけどもで、まあ、とにかくお金ないので無料のセミナーしか私はあの参加してこなくてでこちらのワクワク系も無料で参加というできるということで、まあ、昨年、えー、参加させていただきました。まあ、そういうい中であの私が実践したのは まああの先ほどのまあ本当にあの映像にあったようなことなんですけどもとにかく真似をしようと思ってあのまあ私の業者靴修理業なんですけども一応靴のケア用品も販売しておりましてでまあそれをなんとかまあ手っ取り早いところでこう売り上げ上げられないかなと思ってでまあ私自身があのその靴のケア用品をうちにまあお客様が求めていることはないなと思ってただ壁のこの。 棚にただ単にこう並べてただけで、まあ、本当に販売してるのかうちの備品なのか分かんないような状態で置いてたんですけどもあの、まあ、それを、まあ、実際うちはカウンターがあってそこでまあ対面でこう接客して、まあ、商品をお預かりして修理してお返しするっていうような感じなんですけども <laughs> そのお客様の真横のところにまあテーブルを置いて、まあ、そこにあの商品を置いてで、まあ、あのポップをまあ妻に書いていただいて私が書いちゃうとちょっとこういろんな。 あのううん、ちくを書いちゃうのであの素人の妻があの、まあ、そんなにわからない中でどうやったらお客様が目に留まるかっていうようなことを考えながらポップを書いてもらってで値段を書いておいたんですけども、まあ、今までだとまあほ,ほぼ、まあ、3か月に1個ぐらい何かが売れればいいかなみたいな感じだったんですけども、まあ、それがえっとそういうふうな形にしてから割と,えっと月,月で45個ぐらい、まあ、クリームが売れたりとか。 まクリーム売れるのもそうなんですけど、まあ、そこにあるブラシとかあの汚れ落としとかそういったのも売れるようになりましてあうちにもそういう需要あるんだなと思いましていろいろちょっと今増やしながらいろいろどうやったらこうお客さんのメリットもあるかっていうようなことを考えながらあのやっております、まあ、そういった形であの結果も出たのであすごいなっていうふうに思ってでもそれも何をやったわけじゃなくて、まあ、単純に本当にさっきの映像をまさに去年同じように見て。 あ自分もややっっっててててみみよううかなと思ってそうやってポップを書いてみた今まではまあ需要がないと勝手に自分で思い込んでそういうふうにしてたんですけども、まあ、そういった形でちょっと自分の心も変わったりお客様の目線に立ってどうやったらこう売れるのかっていうことを考えたりいろいろまあその靴のケア用品のことではなくて、えー、今オンラインの方の配送を今 中心,に中心というか売り上げを増やしたいと思って今頑張ってるんですけどもそれにもちょっといろんなこのワクワク系で学んだことを取り入れながらやっててえっと3年前ぐらいまでは2年ぐらい前かなは年間で3件ぐらいしか配送の修理なかったんですけども昨年の11月ぐらいからあの本格的にオンラインの方でいろいろといじったら月に今45件かなぐらい来ててまあ毎月少しずつ一足ずつ増えるような感じでちょっとずつ増えてって。 だけど問い合わせがちょっと多すすぎてですね問い合わせの対応にすごく時間がかかるっていうようなちょっと今またデメリットが出てきてるんですけど、まあ、それをどうやって円滑にやっていきながらこう売り上げにつなげていくかということをまた今あの実践していこうというふうにしております。とにかくあのお客ここで学んだことはお客様の目線に立ってどうやったらお客様がこのうちの店に来て実際にサービスを受けてお金を落としてくれるかっていうところまでこう考えながら、えー、今半なんていうか営業をしております。 でまあ、まさにあの絆づくりというところでそのケア用品も売れるようになったこともそうなんですけども、まあ、ケア用品のことを通してお客様とこう、えー、靴のケアするには長く履くにはどうしたらいいんだっていうことをこうお話ができるようになって、えー、またさらにお客様とのこう絆がつながって次のつなぎこうお客様になっていくっていうような形に今いいように循環していって、まあ、今年はなんとかあの、まあ、黒字かちょっといくかなっていうぐらいの今。 感じの売上げのところまでだいぶあの回復してきたので、まあこのまましっかりと頑張ってあのなんとか楽しくですねあの商売ができるようにしていきたいなというふうに思っているところです。以上です。ありがとうございました。あと野田さん、後ほどねえっと三人でと思いますので、はいえー、続きまして幸子さんの方にはいお願いできればと思います。はい、伊津幸子と申します。西早稲田でジャズライブハウスを 今今年年年の3月で、丸19年で丸目経営していますなんかあっという間に20年経ってしまったんですけれどもあの,、OL、あの OL 会社員をやっていまして15年やっていましてそれで自分もあの趣味で夜歌っておりましてあのジャズボーカリストなんですけどもそれで 好きなライブハウスが潰れてしまうということで不動産屋さんに売りに出ちゃってそれをあの思い切って買ってあの今に至るというこ感じなんですけれどもあの皆さんジャズライブハウスにお出かけになられたことある方いらっしゃいますかあのブルーノートとか大きいところじゃなくて本当にあの私なんかあの一個人事業,事業主がやってる小さいお店にお出かけになられた方お一人 5大体5 5人そうなんですあの皆さんあの本当になかなかあのお出かけになられたことがないと思うんですけど本当にちっぽけなお店であのなかなかほんあのジャズ好きな方ではないとあとお友達に誰かジャズやってらっしゃる方がいないとあのほとんどの方があのもう行かないそんなお店であのコロナ関係なく業績は本当に最初から良くなくて。 お客様が1人だったり2人だったたたりり時にはゼロという日もありましたでただ会社員の時にあのこのようなお店をやるにあたってはもう赤字だろうとだから10年間はとりあえず勉強のために赤字でもしょうがないから頑張ってみようでもあの10年間の分は赤字になっても 貯金があるからら大丈夫だっていいうぐらいあの会社から退職金もいただきましたしあと自分でか本当はあの将来はジャズボーカリストになるために海外に勉強しに行こうと思ってお金も貯めていたものですからそれを全部つぎ込んでお店をやったところ本当ににに年目に貯金がゼロになりましたそれであの運転資金はちょっと若干、まあ、100万円弱ぐらいは手元にあるんですけど貯金がゼロで自分の老後もどうしよを本当にこれからお店やっていけない。 じゃあもうあの回転率を上げるにはあの私どものお店はあのお客さんが全くあの入れ替えなきゃいけないことになるのであのどんどん流れてあのお客様がいらっしゃるわけじゃないんですよね。あのこのプログラムはあの2時間1回店内にあった2時間のプログラムを1人のお客様に見てゆっくり見ていただくお店なのでそれなので昼と夜を2回転これを毎日やって休みなしでやってとにかく。 あの貯金を回復させようと思って、えーとうん、開店10年目で貯金がゼロになってから15年目まではがむしゃらに本当に休みなく働きましたただ今後どうしようコロナの前に戻す戻したってジャズライブハウスは赤字だじゃあこのお休みをきっかけにもう一度経営を勉強して今までとやり方を全く変えてみようと思ってで今までは。 ライブハウスというとやっぱ出演者が人気の出演者がお客様を呼んできてでお店というものはただの箱であるわけですでそういうあのジャズライブハウスというのが都内には百数十軒ありましてで出演者はあの毎日のように日替わりでいろんなお店に出るので一個の対しお店に対しては思い入れとかそんなに強くないんですただ一つの箱で僕たちが今夜演奏する箱ぐらいにしか持ってないんですけれどもこれをあの。 お客様をあの出演者のファンはお店のファンになってもらうためにまたお店のファンは出演者の,お客あのファンになってもらうためにそして出演者とあのお店が力を合わせて新しいお客様を獲得するにはジャズファン以外のお客様を呼び込むにはどうしたらいいかということをあのやっていこうと思ってあの考えてあの行動しようと思ってた時にちょうど。 私分、あの折、ー、り込みで先生の今日のセミナーにあの出会ってあこれにちょっと出てみようと思って出てそれからせあの先生のセミナーがすごくあのやはり人の行動の心理の先生は科学者で専門家であのそういうどころかの切り口からあの勉強できるのでいいなと思ってセミナーに申し込んで参加しました。で やってよかっってかたたなと思ったのは私は全く経営セミナーとかそういうこと一度も今まであの出たことがなくて、えーとえーまあ、この新宿区であの働いてるあの会社の方個人事業主の方皆さんとあの知り合えてでグループでディスカッションとかできてで仲良くなってお互いのお店とかあの行き来したりお食事したりあのそのお店であといろんな体験を それぞれぞのの皆ささんのお店でさせててもらってすごくあの、うん、経営の話をそこで別にしたってわけじゃないんですけどすごくモチベーション高くいつもいられたっていうこととあとはあの課題が毎回出るんですねあの宿題なんですけれどもあのセミナーの時間が3時間だったんですけれども。 1>, 1セミナー3時間ぐらいありましたので多分その時間がすごく短く感じられたんですねあの内容がとても詰まっていてでこんなんじゃ時間が足りないと思ってたところ先生の,あの動画がたくさん見る動画があってそれが宿題とともにあの見ていいですよっていう権限がそのセミナーの開催中はいただけたんです。でその動画をを家で見てで、えー、課題を 自分での店への課題なんですけれどもそれを実践してみてで実際それを提出してそれをあの皆様の前でプロジェクターでこういうふうに発表する場合もあるしで先生やあの皆さんからご意見を頂戴してあのまた。 改善をどんどん繰り返していくということなんですけれどもそれがものすごく私にとっては楽しくて初めての経験だったんですけれどもすっごくあの仕事のやる気が出ましたであのやっぱり日々あの仕事の忙しい中でそのような課題とか本当に大変なんですけれどもあの自分の仕事の棚卸し,しになるというかもう一回業務を見返してあの見直して まとめることができるのであのその提出は必ず毎回一つか二つはやってましたで締め切りに間に合わなくてもいいんですあの新宿産業振興課の及川さんの方にまず提出して及川さんがこういう形にしてくれるんですけど及川さんさえ読んでくれればいいぐらいの気持ちで本当にとにかく私は自分の課題を 提出まとめて提出して自分の頭の中を整理することがすごく楽しくてやってました。そんな感じです。ありがとうございます。あのなんか楽しそうっていうのが伝わってきますが、あのね意外とね、そのジャズってあのみんな知ってるようで、そういう小さなジャズの店ってなかなか足はこばないっていうね。はい、だからこうやっぱり。 これはまあジャズのお店に限らないんですけどなかなかそのバンドも箱っとしか思ってないからストックされないって,ない,っていうねはい、はい、今はすごく面白くてあの飯塚さんのところもその割とよくライブやってくれる バンドの方も、ね、一緒になって自分たちのファンじゃなくても来たくなるようなチラシってどう作ればいいんだとか、はいはい、バンドの方ももやってますもんねそうなんですあの巻き込んであのそのセミナーで使った価値,発掘あ価値要素採掘マップっていうの、まあ分かりやすく言うと <laughs>、はい、そういうチラシとかに書く言葉を、まあ、探し出すツールがあるんですね私が開発したもので。そういうものがこの セミナーででは用意されれててるのそ使って、はい、バンドの人とチラシに何とかけばお客さん来たくなるのかってね、はい、考えてとかやって、はい、やっぱりサニーサイドさんって、まあ、私からするとオーナーさんにまず魅力あるからあの店のファンってどんどん増えていくとは思うんだけどや増やすためのやるべきことをちゃんとやって、はい、初めて手堅く増えていくって感じですもんね。はい、でもそののバンドさんの のライブも入りが良くなってきた。そうなんです,ですよね。あのー、最初四人ぐらいだっな、毎月四人、四人でどうしようと思ったら。と来店して。来店数が。数が<人>はい。それが、八人にやって、十六人になって、二十一人になって。素晴らしい。はい。今、とこ、二十一人。はい。二十一人で。はい。ね。はい、という、で、森田さんも、靴の修理って。なんか、よく見知った商売のように見えて、実はもうほとんどないので。はい。 修理してくれる靴屋さん専門店でね実は我々の身近に、うん、だからやっぱりこういう業種って本当に大切な業種なんだけどお客さんにとってはすでに逆に目新しい商売になっていてだから問い合わせ多いんですよあ、なるほどですねそうそうそう,そう,そう、ね、実はね分自分たちは古くからやってると思ってるんだけど私たちみたいに新しいタイプの商売もお客さん例えばうちの会でも、はい、あの会に入って学ぶってこうあんまり世の中にないので、うん、あの ちょっと分かんないこと多いじゃないですか。やっぱ問い合わせがあるんですよねで。分かんないと問い合わせするし、問い合わせがあることは大事で、はい、問い合わせしやすいようにできて来てるわけですよ。はい、そうです、ね。ま、問い合わせも行動だから。はい、で、問い合わせっていう行動がちゃんとできないとそこで止まる可能性があるからね。はい。あのー、いやー増えて困るなと思ってるんだろうと思うけど、<laughs> はい、問い合わせ増えた方が多分いいね。そうですね。はい。が、うん、まあスムーズにさっきおっしゃられたようにね。 あの返して、まあ、問い合わせのステップから次のステップへと行動してもらう流れをね,ね、はい、作っていってそれで、まあ、よく織田さんとお話するんだけどやっぱり実は修理って本当はちゃんと高い技術でしてくれるとこ見つかったら安心していくつ買えるのでお客さんにとって多分定着してこちら側としては定着したいタイプの業種あなので、はい、やっぱり。 全国のお客さん視野に入れててストックしていくところですよね、はいはい、そうですね、はい、だから B2B がメインだったとさっきおっしゃいましたけども B2B、まあのお客さんも一つストックって言えばストックしっかりした絆をね B2B のお客さんと作るっていうのもあるし、はい、やっぱりもうやり始めておられるネットでね通じて個人のお客様をたくさんストックしていくっていうですから2人ともねあの大きな課題はやっぱりストック。 えまだまだ登場ですけどもでも織田さんねああいうさっき何度もおっしゃってましたけど自分が自分で需要がないと決めつけていたてそうですねこれ分かってきますよねこちらが何か決めつけてるだけで実は価値を伝えられてないだけだったんだとか、うん、お客さんにこういったものの必要を分からせてなかっただけなんだっていう。うん まあ我々の考え方の中には、まあ、さっきから申し上げてますけど価値を伝えるっていうことと同時にお客さんは知らないことだらけなので教えてあげないといけないっていうスタンスを持っている、うん、農業さんとかなんか特にそうですね業種柄、まあ、靴はこう履けとかいうところから始まってね、うんはい、でこうなったら送ってくださいねと全部だから一種の教育をしないと、ねはいはい、いけないっていうことがちょっと話戻りますけど。あの まあ分かかっっってててくるるうんですかねやってるうちにそうするとどうですかやっぱりその伸びしろってさっき言いましたけどああまだこれもやれるなあれもやれるなこれもやってない、はい、あれもやってないですもんね、はい。思いますねやはりあのいろんな方のそれこそ事例あの先生から伺う事例もあればあとは新宿の方たちこう仲間がね仲間ら、はい、ね私はあのあのサニーサイドさんの方と違って一度も課題やりませんでした。<laughs> あそうです私は一度もや,やんなかったんです提出してないんですで皆さんのをただパクって,クってあの毎回それを参考にしながらやったあのそうやってあの最初にハードルを下げていただいたのが僕にとっては良かったんですね。そうそうそうを提出してなない人は来ちゃダメはないからねな言。言われなかったのでむしろとにかく参加してくださいって言ってたのでそれを純粋にやりながらあのそれでも何も実践はしなかったんじゃなくて実践は一応自分なりにしてで,、ね、でもそれをちょっとレポートにするっていうちょっと時間だけがなくてですね。 あの今年も参加させていただくんですけどなんとか今年は頑張って自分の事例をですねレポートにできればなというふうには考えております。はいはい、あとね飯塚さんもねあの私もこの OL をやめてからの今日の話をずっとね聞かせていただいて、はい、あの大変だっただろうなっていうのすごく思うんだしていて本を読んだりでまあえさっきの 先生がご紹介いただいたただ日経 MJ 新聞もそのの頃頃会社員の頃から撮ってたんですよ、うん、それでやっぱりマーケティングの勉強をちょっと,とあのちょっとお店をやっぱりやめてお店を出そうかなって思った時からあのマーケティングの勉強をちょっとずつして,しておこうと思って日経のマーケティングのところで先生がその時コラムを書いてらしてで後になってそれ知ったんですけど先生のセミナーの 2, 2回目ぐらいに「あ,のあれそういえば小坂先生 マーケティングのそうしたらあのちょっと資料を見たらあの家にあのスクラップブックがあるんですよお先生の,あの,そのコラムをあのスクラップしてましたね<ー>あのしばらく長いこと。こまあもう皆さんこうやっておしゃべり頂い,いてるので分かると思うんですけど元気な方なんだけども <laughs> やっぱりそのねあの勢いだけで経営ってできないので,で、ね、やっぱりこう知ってね、はい、こういうことなのかとかね、はい、知りながら。 い,やまあ、いい意味で今日何度も同じこと言ってますけどもやってないこと知らなかったことてんこ盛りだったと思うので,うで、はい、どんどんやっていくと、はい、本当に先ほどのね、はい、いつも箱を使ってくれてるバンドさんも4人から8人、うん、8人から16人ってなっていく、はい、それはやっぱり手応えとして感じながらやっていくっていうことだと思うんですよやっぱり知るっていうことはすごく大事で,で知ったらやるですよね。はい、だからしっかりあの飯塚さんは あのそれこそ万能の皆さんなんかも巻き込んで、はい、あの今日胸につけておられるバッジとかあいろんなことを実はやられてでまたそれをみんなで持ち寄って話をするっていうのがいいよね、はい、楽しいです楽しいそうすると聞いてもらえるのが楽しい、はい、嬉しい聞いていただけるの,るのがう、ね、し <laughs>、はいこれはあの各地の講座で皆さんよくおっしゃることです「あのまあ折田さんのように提出されない方もいらっしゃるんだけど、まあ、とにかく皆さん来ましょう」と。 で提出「いやできなかった忙しくて」っていう時に「なんかいや提出してないんだから行っちゃダメだな」っていうのはないよというとかあと実践がまあルトさんはでも実践されておられますからグループでディスカッションする時もうちはこういう実践をちょっとこの1か月しましたとか言えるんだけど実践もできなかったって人もいらっしゃるんですよお忙しいからね皆さん。だけども、まあ、とにかく来ようねとここにね。で来るとやっぱりまあいろいろと参考になることもあるんだけど、まあ、先ほどから飯塚さんおっしゃったように上がるんですよね。 上がる気持ちが上がるがはいだから商売が楽しくなってくるっていうのはそういう感じですよねはいでも先生も楽しいですよ<あ>キャラクターが、ね、先生はいつもねあのすごく難しいあの頭のいい科学者なんですけれどもシンプルに教えてくださるんですよそれであの反省はしなくていいって失敗しても反省しなくていいから <laughs> どんどんやってっておっしゃるのとあとすごくあのそうあの私は難しく考えてしまうんですけど自分で勉強してでも先生は「 例えばなんですけど、お客さんがどうして来ないのか、その原因は、要因はっていう先生から聞かれた時にいろいろあると考えてしまうんですけど、いや、それはシンプルに来る理由がないからだよっておっしゃるんですよね。で,ねで、そのシンプルな一言は実は単純な一言ではないんですよ。そこに、あの実は商売の原理原則をきちんと踏まえた上でのシンプルな一言なんですよね。で、私たち、 あの、私たちはセミナーでその商売の原理原則、あのそのお客様のにの絆づくりとか、あの動機づけとかそういうことを勉強していくね。してきたよね。はいはい、で。だから、先生はもう本当にシンプルな一言で。 楽しくなるように伝えてくれるからすごくやっていて楽しかったです。いやありがとうございます。<laughs> なんかあのここを切り取ってちょっと全国に流したいと思いますけれども。<笑><笑>ということであのー、ねお忙しい中お二人に今日はお越しいただいてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。<laughs> えねこのままずっと1時間ぐらい喋っていたい感じ <laughs> ですがこういう感じでみんなにわけあいあいと。 やっているとまあ仕事って楽じゃないしね特にこの不確実性の時代に経営するって本当にしんどいですけどもで割と経営者って褒めてもらえないので、まあ、銀行さんとかもなんかねな感じだと思うんですよなんだけどやっぱり結構頭使うっても大変だしみんなで集まってねあのワイワイやるっていう。 あのこの後少しだけこういう場でどうして皆さん自然に結果が出るようになるのかという少しだけ科学混じった話をお伝えしたいと思います。今日ちょうど今ウ田さんと飯塚さんお二人がとてもこの3つ目のトピックにつながるお話をしてくださったので少しだけこれをお聞きいただいてまた及川さんにバトンタッチしたいと思いますけれども。<laughs> あの無理ななく自然にに結果が出せるるようになるこれはまあどなた様も別に商売のことに限らず自転車に乗れるようになるとか車の運転ができるようになるとかえみんな人間の持っているメカニズムとしては同じものなんですがえこれを私どもも長く長らく研究をしておりえ国内外のさまざまな研究も紐解いてえ長くこの実践会っていうのを25年もやってきてるわけですけどもまあやっぱり人が 無理なく自然に結果が出せるように変わっていくのはこれとこれれとがが鍵だなっていうものがありますその一つはこの後すぐお話しますけども私が「開花のサイクル」と呼んでいるものです開花ですねまあ成長と言い換えてもいいんですけどもどちらかというと開花まあご本人が持っているものがどんどん花開くっていう感じですね開花のサイクル。そしてもう一つは 環境の力というものに乗る。だからこうまあどちらも乗る乗るって書いてあるのが特徴で、とにかく頑張るんじゃなくて乗っかるんですね。乗っかるのがすごく大事。まあ自然に無理なくですからね乗っかる。でこのことを手短にこれから一つずつ解説をしておきたいと思います。 開花のサイクル、まあ、先ほども言いましたけどもその人が持っているものが花開くっていうイメージから「開花」と呼んでるんですがこのさ今日何度も引き合いに出させていただいた鈴木さん彼も私の会に入会した頃は2009年ってさっき言いましたけどもあの廃業ですよもう廃業するんだとで商売買いしないともう送っていけないんだみたいなところにあって、えー、そして入会してすぐ明くる日から過去最高の売り上げになったわけではもちろんなくて。 最初は鈴木さんいわく最初は私がこうやって今日どれぐらい皆さん腹落ちしてるか分かりませんけどこうやってお話しする話の8割は全く理解できなかったというふうにおっしゃってましたが4年後には過去最高の売上でしょでその後過去最高の売上利益納税額を更新し続けて現在は農林水産大臣賞ですからまあ花開いたって感じですよね。 で私うちの会でもそうなんですけどこの講座でもそうですが私どもが個別具体的にこれれあれれあ,れあれってて指導しいいるわけじゃないんですよみんなそういう開花するものを持ってるんですよね今日は織田さんにしても飯塚さんにしても皆さんが持っているものを開花していく、まあ、そのためにはもうメカニズムが明らかになってまして今日先ほど飯塚さんにの話でも出ましたけどまず知らないことあるので知るですよね。 今日皆さんもそうですけども「いやーこんな考え方今まで考えたことなかったわ」とかね今日小坂さんから聞いたこの話は全然知らんかったなとかですね、まあ、知るっていうのは非常に大事でやっぱりできるようになるとても大事な一歩ですよね。ですからいつかさんも今まで勉強したことがなかったのって感じで15年やってきたことがすごいですけれども、まあ、それだけのものがあるということですけれども、まあ、知ったらガーンとこういけるわけですよね。それから 今日お二人の話からすごく出ましたけれども、他の方がうまくいった例。すごく大事です。世の中には、失敗したケースも見せてほしいと言われる方がおっしゃるんですけれども。あの失敗したことを見てる時間は私たちにはなくてですね。成功例です。で成功例を見る意味を一言で言うと、それは自分で再現するためです。だから失敗したことを再現しないでしょ。 成功した例を再現するこれ非常に重要なことなので私どもの会では25年間毎月たくさんの会員さんの事例事例というのはうまくいったケースですそれをまあ頭に入れていくですねこれ非常に大事です異業種のものでも再現できます例えばうちの会では えー、歯医者さんがやってうまくいったケースを問屋さんが法人のお客様にやっってうままくいったりします当然自分の中でちょっと考えないといけないでしょ歯医者さんと問屋さんだいぶ違うからね。でもやっぱりそれは業種が違うだけであ人の心がこうして動いてそれでこの行動が生まれるのかとなると置き換えられるんでねだから成功例はすごく大事です。でここでもみんなで持ち寄ってで発表いただいたりね。 発表いただくケースっていうのはやっぱりこれはみんなでちゃんとどうしてこういう結果が出たのかを分析して再現するといいよねっていうものがここでえ再、まあ、ちょっとご発表いただいたり講師で来てくれる、まあ、私もあの第1回目へ行きますけれどもあの第1回目と第5回目ですかね行きますけれどもあの私の右腕の肥前俊夫さんという方が講師を真ん中ずっとやってくれますけれどもあの解説してですね フィードバックするそれから生きた情報生きた情報っていうのは先ほど飯塚さんがすごくおっしゃってましたけどなんかみんなでワイワイやるあのここではですねうまくいったことだけを話してるんじゃなくてこうまくいかないんだよねみたいなものを全部出すとそうすると周りの人たちが、まあ、同じことを学んでますからこのワクワク系の観点から人のことってよよく見えるんですよ自分のことが一番見えませんからこう周りからああだこだよだけど違う知識からああだこだ言われてもね違う知識っていうのは例えば。 えー、商売っていうのはね店より絶対安くしないと繁盛しないんだよって思い込んでる人は安くしないとダメだよってアドレスになるじゃないですか,だからそれじゃダメでこの価値創造とかね、えー、絆づくりとかそういう観点から顧客のストックという観点からみんなあだこだ言い合うとでこういうことをガンガン入れていってそして自分でもやるとそうするとレベルが上がるように人間はできていますもともとね ですから、まあ、自然に上がるで自然に上がった頭にまたインプットするとこういう感じですこれいと何が起きているかというと頭の中で、まあ、脳ですね、まあ、先ほどバックグラウンドのところにちょろっと英文が書いてありましたけどもあれはですねアメリカに本部のある世界最大の脳科学会なんですけども私は正解員で発表もアメリカに行ってます。ですから普通の人よりは脳に詳しい ですけれども、まあ、つまり脳の中で大雑把に言うと変化が起きるんです。ですからね、このサイクルを回せばどんどんあなたの持っているものが花開いていくんだけど、これはほとんどの人が持っています。すでに実装済み。何かトレーニングをしないとこうならないなるならないかって話ではなくて持っている。あとはこのサイクルに乗っかるだけです。で乗っかるということはまあ、大体ここから始まりますよね。でなんかやれば。 上がりますこれ大事なことなのでちょっと丁寧に言いますがやれば上がるって何度も言ってますけども成果が出るか出ないかは関係ありません成果が出なくてもレベルは上がるんです脳の中に変化は起きるんですやればねで、自動車の運転でも自転車の乗ることもみんなそうだと思うんだけど最初から乗れないじゃないですかだけど免許取るためには乗り続けないといけないと そのうち乗れるるよううになるねそういうふうに脳の変化脳の中ってのはこんなふうになってまして網の目状になっていますニューロンのネットワークと呼ばれるものですがができていてどん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 変化していく。ができるできなかったことができる脳に変化していくわけですすごく大雑把に言うと。でそのためにはこのサイクルに乗っかっていただかなきゃいけないしあの誰でも持ってる 機能なので乗っかりさえすすればスタートですねでこのサイクルを早める、まあ、ターボエンジンみたいなものがありましてそれがやったこととを振振りり返返るるいう行為です振り返るでほとんどの人はやったことって振り返らないしどちらかというとうまくいかなかったことを反省するというパターンに陥りがちなんだけど我々にはそんな暇はなくてですねうまくいったことを振り返る。 で,できれば外科人にしゃべるとかレポートに書くこのプロセスで一気に脳が上がりますレベルがですから面倒くさいだろうけどやった方がいいんですよ織田さん全然 <laughs> 面倒くさいんだけどね時間がないんだけどねだけどやるとレベル上がるだからまあ早く結果出したい人はより振り返って外科するだからまあ織田さんもねと言いつつ、まあ、こうやって来てくれると、まあ、しゃべるじゃないですかこれ外科です すごくいいですね。あんまり機会がない。ね。こういう機会がないので、振り返り外貨する。ですから、まあ新宿区の皆さんと。そういう意味では、場作りやってるんですね。我々レベルが上が、自然に上がっていく場作りです。来れば上がるってやつです。そして、周りからあだこうだ言う。まあ、先ほど飯塚さんも、これが楽しいなあ。っておっしゃるんしたけども。あまりに楽しすぎて <laughs>。その新宿区の皆さんも、講座以外でも合ってる。ね <laughs>。結構。こんなに楽しいのか。 こののサイクルに乗るいいうのはっていうは感じで,すでだんだん自分のレベルが上がってきてることが分かる、まあ、先ほど森田さんの話にもありましたけど商売の見え方変わってくるしね「あ需要がない」っていうのは思い込みなんだっていうのはすごく大きな変化ですよ普通は需要がないんだなんて終わってますからでも思い込みなんだと思った途端にやることいっぱいあるよね。でこういう変化を開花というふうに申し上げまして。 人がが開花するるサイクルというのがあるのあでそれから今日お越しの方の中で社社員員さささんんんをたくさんお持ちの方は社員さんも一緒ですこういう場づくりをしてみんな開花していくというまあどうしてうちの会が千数百社もいて私とさっきもご紹介した肥前敏郎さんしか先生と呼ばれる人がいなくてどうやって指導してるんだってよくコンサル会社の方に聞かれるんだけど指導してるんじゃないんですよというみんなが開花するのを手伝ってるんだという話です。 えそして環境の力これもま手短にお話しますけども環境の力がなぜ決定的に重要なのかそれは人がま人がというか人間の脳が環境の影響をものすごく受けるんです普段誰と会ってるかどんな会話をしているかどんな人の中で商売のことを考えてやっているか おそらく脳のことを知らない一般の方知らなくては当たり前ですけども一般の方が思うのの,100倍以上の影影響響を受けるんででですすす人間のの脳は環境ととても重要ですねとてもも重重要要ねなのでどんな環境に身を置くかということが大事でことビジネスにおいてはちょっとここから一瞬1分半2分ぐらい小難しい話になりますが。 集団的知性というものがちょっと難しい言葉遣いで恐縮ですけども集団的知性というものが生まれている集団ちょっと言葉が重なって申し訳ないですが集団的知性と呼ばれるものが生まれている集団に参加するまあそういう環境を持つということが決定的に重要だということが分かっています。ちなみに集団的知性というのは 聞き覚えがない言葉だと思いますが非常に専門的な言葉概念なんですけれども人が集まると集団的知性が生まれるわけではありませんこれは特定の条件がありましてその中でも特に重要な条件はこの集まりの中でいろんなアイディアまあニアリーイコール事例ですねいろんなアイディアがどんどん集まってきてみんなでこのアイディアを見たり聞いたりしてワイヌワイヌやってるとこういう状態です こういう状態が日常的にできると、うちの会員もそうですね。だから全国から事例が集まってくる。まあ毎月百五十件から二百件ぐらい集まってきますので、ものすごい勢いで増えている。ですけれども、これを会員でみんなでは分かち合うと。でこの状態がその集団の中にできると。集団的知性というものが生まれるとされています。でそこで、今日の皆さんとシェアしておきたいことは、この集団的知性が生まれる。 グループに所属するとこういういいことがありますよという話がまあ国内外の研究で言われておりましてちょっとまず学術用語の方からいきますけどもえまあこれは覚えなくていいです、ね、目も取らなくていいですちょっと小難しいからあの学部の世界っても大概小難しいんですけどもまあこういう無意識の社会的学習ができますよ周囲の模範的行動の模倣ができますよあと自分で考えて実験できますよみたいなことを言っております。で ちょっと噛み砕くと、要するに無意識の社会的学習っていうのは、やってる人たちと一緒にやると勝手にレベルが上がりますという意味です。そんなことあんのと思われるかもしれませんが本当です。だかいるだけでいいんです。まあそれで折田さんにも、まあ折田さん実践してるけどね、とにかく来るのよみたいなことで来てくださってるわけですね。いる。 で、先ほど、まあ、折田さん、パクるって言いましたけども。あの、うまくやれている人を真似る。学問的な言葉遣いでは、周囲の模範的行動の模倣と言いますけども。このうまくやれている人を真似るっていうのは、すごくいいんですね。だから、この場では、うちの会でもそうですけど、も奨励されている。ことですね。そして、自分でも考えてやってみる。まあ、これは先ほど。開花の、あのね、サイクルの中でも。自分でやってみるっていうのはあったじゃないですか。だから、自分でやらないと。 やっっぱり自分のってなかななかかか進んんでいかないんだけど私もちょっと驚いたのはアメリカの,あの政府にも意見しているようなさる高名なですねこういうことの研究者がいらっしゃるんですけどもその先生のとある研究によるとそのあなたの成果に対する割合影響力の割合もうちょっと違う言い方で言うとあ,のあなたのエネルギーをどれぐらい割くといいかそれぞれ。 それはその研究によるとあ,あごめんなさい先にこれが出ちゃいましたねその研究によるとここが9割だと。これも私も驚いたですけどもね。ただしし集集団団的知性が生まれてていいるるに所属している場合に限るですよ。限るんですがそこでそういう先ほど来申し上げているようなことが行われているグループであれば実はそこにただいて。 うまくやれている人を真似るということに9割注ぎなさいいと言っていますでは私どもの会も実は大変このことを特に入会1年目の方には奨励していますま。事実勝手にレベル上がるですねでどんどんできるようになっていって結果的にまあそうするとやっぱりまあ真似るわけだからこれも くくるくるサイクルが早く回るようになってくるよね先ほどの大分線じゃないけど自分で1人で人頑張っってて考えようと思っても思ももいいいいつかないかなななしれないじゃないだけど来てあでもないこうでもないって言いながらじゃあやるかっていう感じになってますし、まあ、飯塚さんもうそれが楽しいのよって感じですからとにかくやるということが循環しますよね。循環しますよね。そうすると先ほど先に出ちゃいましたけども、まあ、例えば自転車に乗れなかった子が気が付くと乗れるようになる。 皆さんのお子さんいらっしゃったらあったかと思うんですけども別に自転車の乗り方スクールに通ったわけじゃないと思うんですよ。乗ってる人たちの中で補助輪つけて乗るそうすると気が付いたら乗れるようになるこれは人間の脳がほぼ誰でも持っている機能だということが近年発見されました。それから非常にに重要ななこことなんですねでそのためうういう場を 新宿区の皆さんと共に、まあ、私たちはそういう場づくりをやってきて25年なわけですけども、えー、やっているということなので是非この場に来ていただきたいそして願わくば自分でもやってみると、まあ、この集団的知性環境の力に乗っかっていただき開花のサイクルに乗っかっていただく。 という感じで乗っかりながら、自分一人で頑張らないということですよね。自分一人で頑張らないで乗っかって、え、そして人にフォーカスするっていうこの原理の感覚に馴染んでいただいて、で具体的なやり方がもういっぱいありますので、ま先ほど動画を見られるって言いましたけど、動画の方で詳しく説明しています。あの場合によってはそのツールの作り方とかを詳しく私が解説しているので、やり方を見ながら。 身を身まねやっていくと気がついたらこういう感じになっていますということでまあ彼もまさか廃業って言って飛び込んだ会に入って15年後にまあ業績が回復しているどころかえまあ一応日本一ですからね農林水産大臣賞農林水産大臣賞をいただけるようになるとはそう思わないですよ思わないけど実は15年後にはそういう人生なんですよということなので。 ぜひ皆さんも皆さん自身も3年後や5年後や10年後というところに今日今結びついているのでこの道を着実にたどっていただきたいというふうに思いそれが私がどうこうじゃなくて皆さん自身が開花するということであると。いうことでえ今日の私のお話をここで示させていただきますけれども今日は3つのトピックに分けてお話をしてきました。 まあ具体的なマーケティングの話はこの1がメインですけれどもこの時代に繁盛店がやっていることは大体3つですと価値創造型になるビジネスをストック型にするストック型にするためにも顧客化するお客さんは顧客化するでこの3つの取り組みは商売の大原則これはまあ物理現象ですから事実ですね私のメソッドとかいうことではなくて実は多くの方が あまり気が付いてないだけでこれは物理的な事実ですのでこの大原則に基づいて皆さんぜひ3つのことに取り組んでいただきたいそれをスムーズに結果を出していくためにはぜひ一人でで頑張らないでいただきたい特に新宿区の皆さんによってこの場が用意されているのでぜひ皆様この後私たちと共にそして織田さんや 伊塚さんたちも待っていますので、先輩の皆さんいっぱいおられますから、皆さんとともにやっていきたいなというふうに思います。はい、それでは及川さんこの後はよろしくお願いいたします。小坂先生ありがとうございました。本日講演をいただきました小坂先生に大きな拍手をお願いいたします。長時間ありがとうございました。 皆様、いかがでしたでしょうか本日の講演の内容だけでもです、ね、重要な要素エッセンスはお伝えいただいたんですけども本日の内容を、ね、さらに深掘りする実践講座というものを新宿ではご用意をしております少しでも自分のお店でもです、ね、会社でも取り組んでみたいという方がいらっしゃいましたらぜひ4月からの講座の方もぜひご参加いただければと思います。 こちらの講座はですね、今年が2回目になります。昨年度だけでもですね、多くの方にご参加いただきまして、業種も本当に幅広くご参加いただきました。ぱっと思いつく限りでも、お花屋さんですとか、デザイン会社さん、エステの方、不動産屋さん、シューズメーカー、靴屋さんではなくてシューズメーカーさん、コインランドリー。 を経営されている方など本当に幅広くいらっしゃっていただきまして先ほどご登壇いただきました飯塚さん折田さんのようにですねいろいろな異業種の方が意見を交わしながら皆様楽しく講座をやられたということになっておりますぜひ皆様のですねご参加もお待ちしておりますお申し込み方法は新宿の申し込みホームページの申し込みフォームですとかチラシ 本日お配りしておりますチラシの利面をです、ね、ファックスいただきますか、電子メールの他にもです、ね、本日お配りしているアンケートにもです、ね、ご参加のチェック欄、設けております。えー、こちら、店員が50名なんですけれども、現在34名の方にお申し込みをいただいております。えー、よろしければお早めにです、ね、お申し込みご興味あればお申し込みいただけますと幸いです。 ではこの後の流れなんですけれどもこの後前方にです、ね、机を用意いたしまして小坂先生と本日ご登壇いただいたゲストのお二人その後、ごめんなさい前後回の講座の講師を務めていただく肥前先生にも前にお越しいただきまして名刺の交換会ですとかご質問またいろいろとお話のできる機会を設けますのでご希望の方はぜひ前方の方にお越しください。 また、えー、出口1箇所になるんですけれどもアンケート回収のボックスを設けておりますのでお手数なんですけれどもアンケートの方は、えー、そちらで回収させていただきますのでご勤理の方よろしくお願いいたします。